はい、どうもフェイです。ゼロ、ブレガラスのミコの続きをやっていきます。よろしくお願いします。3の次が、なんか間のゼロ、間の雫っていうんですかね、間のなんか雫っていうタイトルになってますね。影見、じゃあこれやっていきましょう。最初のあの女の子ですね、ユーリって子が創作キャラクター、行方不明となったは戻らぬ密か、怨霊に取りつかれ自ら命を絶った冬日、くさびが淵に流れ着いた巫女たちの泣きから、この山では何かが起きている。一人残されたユーリは山で手に入れた遮影器を使い、密かを追うための新たな寄せ家を探すかな。寄せ家っていうのはその媒介をこう見つけないと追えないんですよ。自殺ね。死体はなかったんでしょう。あと、たくさんの女の人が流れてきたんでしたっけ。これまでもそういうのを見たという通報がありましたけどね。まあとりあえず明日捜索してみます。なんか言い合ってもらえず。机の上にひそかさんの写影機が置いてある。ひそかさんの写影機に残る写真の中で何かが見えるのはこの1枚だけ。黒い人影が写っている。背景は水面だろう。残りの写真は何も写されていなかった。観光してしまったのか真っ黒な写真ばかり。これだけでは何もわからない。ひそかさんの部屋に手がかりはないだろう。あんな目にあったら普通行かないよね。この付けはひそかさんが私のために置いてくれたもんだ。この部屋はもともとひそかさんの寝室だったけど、私の部屋として使えるようにあげてくれた。そうなんだ。小さなタンスの上にカゴやファイルケースが置かれた。ひそかさんが置いていってくれたものだが、何をどう入れていいのかわからない。整理がつかない。家の中ぐらいさ、なんか普通にしよう。めっちゃ雨降った。この家怖いんだよ、家の中なのに。あれ？そこさん。さん、くつろぐときはあの机に向かっていた畳の方が落ち着く。ラジオのスイッチ切ろう。間違いで上げちゃった。あら、こっちで見えない。机の引き出しに鍵がかかっている。遮影器が反応している。お、遮影器で取れば開けられるっぽい。お、これは1階の倉庫。ゲイ、許して。今のあの部屋に何かが。荷物の上に古いファイルが置いてある。あ、あ、違うな。失踪者鳴海あかり、片身の情報が書かれているもののようだが、ほとんど塗りつぶされていて読むことができない。鳴海あかり、
依頼者は鳴海京子。対象者死亡、これで終わりにする。情報が一切わからないんですね。制服姿の女性の写真、握りしめたようにシワがより何度も擦ったのか顔の部分が消えかかった。今いた人ですよね、多分。おくつろぎスペースがあって、リビング的な感じなのかな。倉庫どこだろうね。ちょっと音を出してみましょう。こっち行くとお店なんですよ。あ、ちゃうな、こっちがお店ですね。じゃあ逆かな。あれでも2階に上がってし、あ、ここかな、ここだな。この奥は水回り。ひそかさんこだわりの大きなお風呂は広すぎて私には少し落ち着かない。裏口のドアは普段から鍵がかけられている。あ、あれ？倉庫いっぱいって言ってた。地図を見た感じだったね。ここら辺ぐらいなんですけど、ここかな。あれ、あ、あった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 。怖い音鳴るから、なんか小さな鍵。また違う女性の名前が書いてますね。畳の依頼が書かれたファイル。うん。幼い頃から兄と二人暮らしだった事件で、失踪した兄を追い行方不明となるが、山中で無事発見される。その後は写真家助手を務め出産、父親は不明、3年後失踪。依頼人は娘の妹引き受け人。ああ、探索を諦めたんだ。何度か影見を試みたがダメだった。存在が弱くなっていて影を追えない。生きていると思われるが、強い力か新しい寄せかが必要。本人が探されることを望んでいない可能性も考える。優しい、でも少し寂しい表情をしたです。今にも消えてしまいそうな儚さを感じる。他にも何枚か入る。主治医からの依頼。失踪原因は家庭環境の不和。副姉妹との確執があり、普段から自分を責める傾向が強かった。自傷癖があり、早期に発見が必要。厳格な家族の中での孤立が原因。健康のケアを主治医に出し取り下げ。家族から連絡があり、警察に任せてあるから依頼を取り下げると思う。影のある感じの女性の写真。綺麗な人ばっかりだな。この人も行方不明になって家族に取り下げられる。赤い文字で終了案。対象者有利。事故により家族を失い、以後精神面で不安定なところがあった。数日前から投稿せず、友人にも連絡がない。普段通りに自宅を出たところは近所の人も見ている。人に見えないものが見えると一に相談していたが、保護、要観察、無事保護、要観察と思われるんでシルバーから預かることになった。まあそういう経緯だったんだ。すさんだ顔、高校卒業文集用に学校で撮った写真だ。今の私の顔はどう見えるのだろうか。まだに鏡を見るのが苦手だ。人探しで見つけた女の子はこのゆうりちゃんなんです。はいはい。どうだったんだ。親はいないの。
この家怖えよ。この家怖い、もう住みたくないこんな家。出ます。またファイルだ。桃瀬はるか、あー例のあれだね、冬日ちゃんの友達だね。依頼者対象者ともカフェの元常連。あ、そうなんだ。高校時代にカフェに来ていたが、ある時境に2人とも来なくなった。同時期に学校で集団自殺があったと聞いたが、関係は不明。おとなしく優しい感じの子だった。頼まれると断れないタイプ。あー、この子だね。君野さんと写っていた写真と比べて少し暗く沈んだような印象。この人、あれなんかプロローグで出てきた女の子ってこんな名前だったっけ。三輪、うん、なんかこんな名前じゃなかったような気がするんだけど。母を探すと言い残し行方不明に。実は本人が幼い頃に失踪。芸能事務所に所属しており、マネージャーの証言では失踪前に氷上山について調べていたという。ああ。反応鋭いとこだということ。依頼者である養母の心労が多い。あ、この子かな。線の細い綺麗な女性が映って。最初に、なんか、気づいたら、なんていうの、こう、池にいた子がいたじゃないですか。あの子かな。留守番電話録音のカセットテープ。少し古い日付とともに依頼者よりとロベルが、ラベルが書かれている。うん、榊和也。あ、そうなんだ。ひとかさんから名前を聞いたことがあるって言って。依頼者は北条蓮。繁華街の飲食店勤務。蓮の依頼で、弔い写真の取材中に連絡が取れなくなった。元より放浪癖があるため、捜索はせず連絡を待つ。人物としては良くない印象。蓮には付き合いを控えるように注意。蓮さんの友人ということがあったことはない。いっぱい出てくるな。引き出しの奥に手帳を。依頼者と話した内容が書かれている。依頼者から連絡。生きているのか死んでいるのかもわからない。どこかさまよっているのかもしれない。助けを待っているのかもしれないと思うとじっとしてられない。でも何もできずに今この瞬間も帰ってくるのを待ち続けるしかない。会話の重苦しさに耐えられずに、もし帰ってきたらと聞いてしまった。静かに笑って、帰ってきたら言いたいことがあるとだけ。心を使い果たした意味だった。この人もいつか消えてしまいそうなほどすり減っていた。有利の祖母を離れるのは心配だけど、待っているだけではダメだ、動かない。これは依頼者から連絡。このいなくなった男の人のこと？はるかさん。うん。あ、そう。マジかよ。行くなら朝行こうよ、朝。ひそかさんが山に入った理由は、はるかちゃんたちのためではないってことですかね。行くんか。にしても朝行こうよ。やめよう、夜はやめよう。さっきあんなにひどい目にあった。ぐらいこう楽しいか、普通に開けよ、普通に怖い感じで開けるのやめよ。恐る恐る開ける感じが超怖い。これあ、今度は私がひそかさん社員の力を使い、さらに多くの人探しの依頼書を見つけたユーリ。ユーリは密かな足取りを追い、氷上山へ向かう決意を固めた。朝行こう。朝。夜はやめよう。夜の雫、神隠し。では、これやっていきます。あ、X で衣装が変えるって書いてあるの。あ、1個しかねえや。クリアとかしたら選べるのかもしれないですね。行きましょうか。あ、これね。すげえな、15万とか持ってるな。一旦なんかね、思ったより所持数がもともと多いんで、
なんでこんな持ってるの、すごいっすね。なんか今回は相当な長丁場と戦闘が予想されるのかな、こんだけ持たせてくれるっていう。このまま行きましょう。嫌な予感しかしない。あー、なんか箱からなんか出ちゃってる。人かの机から人探しの依頼書を見つけたユーリは依頼書を頼りに人探しを開始する。自殺した、火の矢冬日が探していた少女百瀬はるか。ユーリは自殺した冬日がはるかがここにいると言っていた場所を畑代神社へ向かった。向かった朝、朝だよね。夜もう夜行くのやめようよ。マジかよ。もう鉄の心臓持ってるよこの子。なんかせめてこう夜行く理由みたいなものをさ、こうなんていうかストーリー的に作ってほしいよね。なんか後ろ敵いんなこれ。速えな。ちょっと何何何何何いるな。なんだあれ、なんだあれ、当たってんのか。びっくりした。あー君ね、よく見るね君ね。お前ユリちゃんのこと好きなんだろう。完全にストーカーですよこいつ。細かくこいつを削っていってですね、いいダメージを与える。ほらいたやろう。声だけすんな。よし倒した。大液の弾は今どうなった。なるほど OK。 あれやりましょうよ、射液の強化。せっかくポイントさ貯めてきたからさ、これ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 やろう。ダメージを増やします。これでしょう。まず吸収する効率を上げる。いやこれも大事だよね。感知射程距離か。あー射程距離ね。吸収効率っていう方がなんかちょっと気になるんだけど、リロードも大事なんだよな。ちょっと吸収効率にしましょうか。これで変わったって思えるといいんだけどね。誰これ。あ、はるかだ。アイテムがあります。滝の水で湿ったメモが置かれて、女性的な小さな文字で何か書かれている。水の音で気がついた。行くのか戻るのか。戻るなら今が最後。冬日のところへ戻るなら。君がいなくなったから。なんか今落ちてた。なんかちょっと肉眼では見えなかったけど、声はそんな感じだった。びっくりしたわ。何かが落ちていきましたが、時のせいです。帰ろう、ゆりちゃん帰ろうよ。夜はねちょっと良くないと思うよ俺。
アイテムいっぱい落ちてんな。来ねえな。あ、いた。生き返る。なんかね、最近なんていうんですかね、ボス戦的なことをやった後に必ず巫女と戦いますよね、黒いな。水の中にメモが残されてる。これびしゃびしゃでしょ、これ読めんの。泣きたくなるくらい夕日が綺麗だから、ここまで同じ夕日だ。生き残った時に見た夕日、夕日がこの山に入っていった。だから行かないと。この山の水に溶けるのが自然だと思った。正しいと思った。死んだ3人の最後の思いを受け取ってしまったから、夕日がだんだん近づいて、私が近づいているのかもしれない。うわー、なんか目の前に出てきた。ちょっと待てー。触んないで、触んないで。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。タイム、タイム。オッケー。やろう、死刑。お前ら別々で来るんじゃない。並べ。まだ守ろう、まだ守っていく。帰ろう。今気づいた。見てください、ユーリちゃんの胸がブルンブルンブルンって揺れますね、これ。ほら今気づきました。さすがデッドアライブを作っているって。血揺れにはこだわりがありますよね。アイテムないかな。はいはいはい。またきちった、ここ。なんかミコもね、このまま山に溶けろみたいなこと言ってたよね。なんかいたない、なんかいたない。そう、なんか今流れてました。手元のね、地図をね、こう見ながら移動とかしてるからね、たまにちょっと幽霊パッて見逃しちゃうと思うんですよ。
これ何？なんだこれ？変なムービーが流れ出しました。ん？これが首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ここで、なんかいるなぁ。え？あ、わぁ、なんか来た、なんか来た、なんか来た。ちょ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 。なんだよ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 。戦う感じだよね、きっとね。振り向いて戦いましょうか。どこ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 、ええ、んなんかね、見えない何かがいますよ。あ、こいつ消えられるんだ。なるほど、消えられるみたいですね。厄介だな。灯してる火が消えると多分後ろ引っかかってる。うわ、カウンターを逃せない。やばい、チクった。危ねえ。どこ行った、どこ行った。細かくダメージを与えてこう散らしていかないといけないんですよ。これ引っかかってんだ、後ろの道。これはピンチ。消えた、消えやがった。ここにいる。あれ？ただのサイドステップ。お？また消えやがった。そこだ。なんだ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 。え？なになに？あれ？自分に火がついたみたいになってどこ行っちゃった？倒したんですかね？最後ギリギリまで引きつけて攻撃してやろうと思ったら、俺をタックルしてそのままどこかに消えました。おっかねえやついるわ。ん？影が見えない。あったあった。どっち、こっち。えい、あ、めっちゃなんかいる。徘徊する。襲われますよ、その人たちに。あ、いた。あ、襲ってる。こいつがそうか。あー、
こいつが例のその振られた腹いせに巫女殺しまくった殺人者だったんですよ。あの、あ、冬日にはあの夕日が見えていなかった。私だけしか見えなかった。だから私だけで行きます。あの夕日は山の中にあります。あの夕日を冬日と一緒に見れた。あー、旅館のなんか主人が言ってた夕日と同じものですかね。なんかみんなが知ってる夕日とは別のものっぽいですね。どうやら夕日みたいな何かがみんな見えてる。水の中じゃないでしょ、まさか。ああ、こっから戻れ。またそこ行くの？もうね、なんか変な緊張がめっちゃ襲ってる。あ、そうだ。はるかこの中にいるって言ってたんでしょ。あの冬日ちゃんが。てか意外に弾がもうやべえな。使っちゃってますね。18発しか。はるかさんはこの神社の中に。前回は鍵がかかっていたが今回は開いている。なんかいる。え、何これ、人形っぽいな。